昔と昔は考えられへんようなね、投稿に来てますし、あとこれ嬉しいね、女性からも好評でしたと。アメリカ進出に向けてもね、いろいろ話はしていきたいので。はい、本日ですね、6月の売り上げを発表していきたいなと思います。ということで、こちらに新作とか、まあ僕が今着てるジャケットもそうなんですけど、新作がいろいろ出てきてるっていうのもそうやし、皆さんがいただいたレビューの中で、ちょっとこれ微妙やで、改善した方がいいでっていうお声もあったりしたんで、それでも真摯に受け止めながら頑張っていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。まずは金額からいきましょう。2024年の6月は、はい、1,833,3592円ということで、ありがとうございました。実はね、ここだけじゃなくて、動画の下側に商品が出てるじゃないですか。これはね、Shopify ってやつでやってるんですよ。で、実は Shopify の方でも見ていくと、まあ、1ヶ月間で189万円ぐらい購入していただいたってことで、まあ、両方合わせたらだいたい1200万円ぐらいって感じですかね。ジャパンメディアも、毎月1000万円が普通っていう、昔と昔は考えられへんようなね、投稿に来てますし、本当に自分ありがたいなと思ってね、やらせていただいております。のでこれからもね、いろんな新作も作ってますけども、まあ、次のアメリカ進出に向けてもね、いろいろ話はしていきたいので、よろしくお願いいたします。まずはレビュー見ていきたいなと思います。新作の T シャツですね。これまあ今僕の中に着てるやつなんですけど、やばいやばい、なんて着心地がいい T シャツです。デートやおしゃれに着たい時に着てお出かけしますということで、喜んでいただいて嬉しいです。次はサングラスですね。サングラスは、タコさんの言う通りに検査通過しているので、まあ、長時間つけても問題なくできますということで、ただ、まあ今後はね、ちょっと形を増やしてほしいと、ベリントン以外にも、ボスリントンとか、クラウドパンポとか増やしてほしいということで、確かに形はね、増やしても面白いかなと思います。ご意見ありがとうございます。注文させていただいてから到着のが非常に早かったです。ということで、掛け心地もよく気に入ってますということで、良かったです。たまにね、僕つけとってね、少し緩なったなっていう時なんかは、ここのね、金具あるんですよ。ここにね、長板のとこに、でこれをプラスネジでキュキュって縮めてあげると、強さとかも変えれたりできるので、それやるとちょっとギュってこう硬くなったりもしますので、そんなもんもちろんできますし、横のフレーム自体をね、調節してほしいっていうのであれば、それも全然可能なんで、言っていただけたらなと思います。無料で行ってますので、ぜひぜひよろしくお願いします。まあその際には見本があれば嬉しいですね。こんなんと同じようにしてほしいねって一緒に送ってきてくれたら、もうまさにそんな感じに、僕も工場の方に送って依頼してますので、よろしくお願いします。まあネックレスですね。20年ぶりにネックレス購入させていただきました。まあ、シンプルで気取らない感じが素晴らしいなと思いましたということで、年取ってもおじさんになっても少しのおしゃれはしてもいいかなと思いましたっていうことでね、いい年の取り方をしようと思いますということでした。確かに若い時はね、結構ジャラジャラつけててもかっこいいと思うんですけど、まあ年取れば取るほど引き算っていうか、あんまり足し算ばっかりするとあれなんで、引く美学っていうのが出てくると思いますので、まあこんな今ごちゃごちゃつけてるやつが言うことじゃないんやけども、年とともにね、そういうところも面白いんちゃうかなと思います。やっぱもう年やからエイバーじゃなくて、まあ年やからこそできる格好っていうか、その若い人にはできひん味を出していこうみたいなところもいいんじゃないかなと思います。動画を見て購入したんですが、シルバー用の磨き用クロス入ってなかったですっていうことなんですけど、もうこれ2022年の動画多分見ていただいたと思うんですけど、もう2023年からはもうクロス入れてないんですね。なので、まあ申し訳ないんですけども、現在入っておりませんっていうところになってます。でシャツですね、今回逃してしまうと来年ということだったんで、売り切り前に変えてよかったですということで、よかったです。まあ、シャツはボタンダウンの方が好きだけど、まあこの程度の適度にラフなんはこれはこれでありですということで言っていただいたりしました。あとこれ嬉しいね、女性からも好評でしたと。いや僕確かにね、結構僕もこれ自分の服ばっかり着てるんですよ、プライベートで。そしたらそのアクセサリーいいですねとか、そのサングラスいいですねって褒めていただけることあるんですね。僕自身も作るときは奥さんとかに喜んでもらえるかなって思いながらいつも作ってるから、そう言ってもらえたらね、嬉しいなと思います。次の方ですね、集めるつもりないですか、ポイントシール入ってなかったですということで、これは本当申し訳ないですね。完全にこっちのミスなんで、個別で連絡させてもらうと思いますので、よろしくお願いします。一つですね、ポケットの裏地もこだわってて、やっぱりタクゾさん作るジャパンメディアの商品最高ですということですが、この方申し訳ないですね、新ショーツ予想以上に大きかったと。せっかく購入したのにどの服にも合わせなくて残念ですと。普段着用してるサイズよりワンサイズ下を選ぶことをお勧めしますっていうことだったんですけども、まあ多分思ってはるよりこうガバって大きかったってことなんで、商品説明欄の部分に大きめのサイズ感ですっていうのをちゃんと書いてなかったっていうのが僕のせいなんでね、これはすぐに対応させていただきたいなと思いますので、こういう貴重なお声ありがとうございました。では次はね、アメリカ進出に向けてお話していきたいなと思うんですけど、アメリカ進出はですね、非常にありがたいというか嬉しくないことに止まっております。完全に止まっております。以前ね、コメントでアメリカに商品を発送することがアメリカ進出なんですかっていうコメントいただいたんですよ。あ、そういう風に思われる方もいらっしゃるねんなと思ったんですけど、僕の考えとしては、正しくお客様に向けて商品を開発することができて、商品ページもちゃんとできるようになれば、あとはお客様ってやっぱりこう見ていただいたりとか、ご購入いただけるっていうことになってくると思うんですね。だからたまたま1件だけ売れるんじゃなくて、もう何十件って今ありがたいことに日本の方では売れてるんですけど、まあ、それってしっかりお客様のこと考えて作らせてもらったし、お客様もそれで買いたいと思ってくれてるからじゃないですか。だけど今適当に PV だけバーって集めてね、まあそのうちまぐれで誰かポンって1個だけ買ってくれることにあんまり意味はなくて、海外のお客さんって何求めてんやろうな、その人らにしっかり合うかなっていうのをマーケティングできっちりはめれれば、あとは掘っててもね、勝手にご購入いただいたりとか見ていただけるようになると思ってるので、まあ、それのズレが今あるので、アメリカの人が求めてることと僕が
がやろうとしてることがずれてるから言うたら反応がない状態なんで、それをどう合わせていくかっていうところを今微調整からちょっとずつやってます。どっかでピタッと合う時があるんですよ。でそうなった時にあとはもうバーッとこう流れが出てくると思うので、氷とかもそうじゃないですか。氷ってマイナス40度からマイナス20度になっても氷のままなんですけど、マイナス1度から0度になった瞬間溶け始めると思うので、その40度からマイナス1度までの努力って何にも形には出てないから埋まってる状態なんですけど、マイナス1度から0度になった瞬間溶けて1度2度3度ってなった瞬間液体にバーって変わっていくと思いますので、まあ、そういうなんか変化が起こる時ってもう下でだいぶ積み上げが必要なんで、まあ、それを今ちょっと合わせにいってるっていう感じなんで、まあ、それができればオンラインだけじゃなくてお店出してもね反応はあると思いますし、まあ、期間限定でポップアップするとかっていうのも全然反応はあると思うので、まあ、それをどう合わせるか、まあ、日本の時も同じくこうずっとずれてたんですよ。で日本バージョンもずれてる時に合わせに行ったっていう感じでぴったりハマったりする時もあったんで、まあ、それを海外でもやっていく。ただやっぱ習慣とか文化が違うので知らんこともいっぱいあるんですよね。例えば僕らからしたら富士山とか桜ってやっぱ海外の人好きやろうなと思ったら案の定好きなんですよ。ただ忍者も好きかなとかって思ったりしたら、忍者は微妙って言われて、なんでなんっていう話したら、忍者っていうのは B 級映画のイメージがあるからちょっと安いイメージとかチャッチイメージがあるっていうのって向こうの文化じゃないとわからないんで、ぴったり合わせていくようにいろいろ考えてますので、マイナス40からマイナス39、38って一歩ずつ前進していって、ダメな方法を分かっていってるんですよ。あ、こういうページの見せ方あかんねんな、じゃあこうやってみよう、こういう文章の書き方あかんねんな、だからこうやっていこうって言ってどんどん正解に今近づけていってますので、要はどっかでバッとこう爆発的に勢いが出てくるタイミングっていうのがあると思うので、あそこに向けてほんまに継続コツコツなんですけどやっていきたいなと思ってますので、売れんくても売れんくてもとにかく我慢強く絶対諦めへんっていう気持ちでやってますので、見ていただければなと思っております。まあ、新作に関してはまあこんな今来てるような感じで、新作はちょこ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 という感じで今作ってます。で実はこれ LINE グループでその都度もう進捗情報をバーッと出していってるんですよ。 LINE のオープンチャットでもう僕がパターンナーさんにちょっと今ここやからねこうやってねとかって喋ってるのも全部見えるし、あとライターさんに向けて動画とかも送ってんのとかも、もうその記事になる前の動画が見れたり、パターンが起こす前の動画が見れたり、アームホールをね1センチから2センチくらい伸ばしてもらって13ミリのボタンじゃなくて18ミリに変更したいんですみたいなことをもう細々と言ってますので、まあ、そういうのが見たい方がいらっしゃればね、下の説明欄から見てもらったら、洋服ってこうやって作られてんねやとか、まあ、こういういろんな人があってできてんねんなっていうのがね、まだ面白いんじゃないかなと思いますので、見ていただけたらなと思います。まあ、僕のほんまに成長物語と言いますか、まあ、ジャパンメディアのストーリーと言いますか、何があったって絶対諦めるかと思ってね、まあ、負けん気だけは人一倍強いので、これからも頑張っていきたいなということで、本日はですね、売り上げの発表してみたい動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。